今まで以上に町田に貢献したいという気持ちが強くなりました。どうですか町田の印象？チームの印象は、選手のみんなが優しくて馴染みやすいなというふうな印象です。お名前の由来とかってあったでしょうか？は、稀に見る逸材って書いて、名前負けしないよう頑張ります。であとサポートの方々はやはり東福岡コンビニの、再結成にちょっと沸き立っていますが、それについてはいかがですか？はい、まあ、レオとは小学生時代からの、仲ではありますし、ピッチ内外の、まあ、仲の良さっていうか、そういうところは見てほしいなというふうに思います。過去のいろんな話もお互いしか知らない話とかもいっぱいあるってあります。今趣味とかを伺ってるんですけど、はい、趣味はまあ、あんまり上手くないですけどサーフィンやってて、でも結構何でもやりたいんでゴルフもやるし、まあ、何でもやります。なんか新たにやりたいなと思ってるのありますか？リクとか、レオがゴルフ好きみたいなんで、まあ、僕もそれについていきたいというふうに思います。はい、ちなみにアベマ TV のゼロつくという番組なんですが、アベマ TV はご存知ですか？知ってます。ちなみになんか知ってる番組とか？亀田光輝を倒したら1000万円印象というアベマ TV ですか？はい、まあ、無料で、テレビ番組が見れるっていうのはすごくいいと思います。鹿島アントラーズから移籍してきました小田井好です。町田ゼルビアの J1 昇格に貢献できるよう頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。大丈夫ですか？